たれてきたね。ガマン大会で奇跡的な一勝を取るっていう、ボエムな感じのゲームになってる。あのね、勝つことはもう放棄した方がいい。でももはや何を言ってんの、勝てないから、勝てないから。ばっかり俺もだ。勝つことを放棄する。この楽しみ。はい、頑張る。簡単だな。けどもちょっと。簡単じゃな。よし。足んないね。びっくりしたわ。もしねえからマジでびっくり。あれあんな感じのキラーいるっけって思って、あれ二人組と思って。当然そうなるでしょ、追われてんだから。これ優しいからあそこにつけただけだよ。おい、なんでこいつなんだよ。ちょっと終わるか。カルマージャントだから面白くねえから終わろう。大体もう定番化してるから面白くない。あと1回しかもやる。見てるよ他の人の方が怖がらず。両ができないことがこの共闘の弱点や。でも慣れてきたんだけどね、発電機のあれがないとか慣れてきたけどね、仕事ができないのが痛いんだよ。ただ抜けたい。やっぱりだからこうなるっていうのは分かりきってたけど、元が単身不可だからね、止めらんねえからね。まあ普段とは違うことをしているというか、普段もこんな感じじゃこんな感じだけど、単身不可だからこんな感じだけど、普段と違うことをしている。強引に回してパワープレイをする。
ええレベルだよな。あれ麻雀棋戦がビジョン戦みたいな感じになってきた。俺んところが奇跡的に回せればいいけど、救助に来ねえもん、こいつら。発電機しか回さないやつって、ろくなのいねえから。こんなもの俺の救助に来た方が勝率上がるって言ったのに。来ないんだもん。あ、あれになって。論外すぎて、スカルマージャンと。だってて論外すぎて。なんでこう治療してくれねえんだろう。簡単もねえじゃん。ここまで来るかもしれないけど、簡単もね。なんでここしかねえんだ。よく違えばいいじゃん。方向すぎてるよ、もう。困んねえんだもん、ちぐし。あ、逃げる。じゃないけど。治療しないもん、こいつ。いいんだよ、治療しねえ。こんな不安なままやってどうすんの。アンチフェイスキャンプシステム意外と効いたから。A ペン隠そう。やばいだろう。分かっていたからね。一回やられて。対策を取った。あれを取るしかない。何で取ってもいい。そうすることも大事よ。他の人に任せて。いや、押して。
いける、これや、これや、ヒロちゃんデトラスーパースーパースター、よし、なんか苦しみを味わうために、それでもそこから苦しみの中で光を見つけ出す苦行をやってるかもしれない。ウケねえだろうな、これはな。好きで好きでたまらんって人はあまりいねえだろうな。スーパーエースヒロちゃんが見せたゲーム、最後にヒロちゃんがいなきゃ話にならない。仏教判断で4代目と5代目をつける。アンチフェイスキャンプシステムが効いたからたどり着いたけど、ヒロちゃんがいたらチームは勝つ。ねえ、ヒロちゃん、俺のところ回ったら本当楽だったんだけどね、あれね。まあどうせ来ることは分かったけど、ギャンブルプレイしたけど。うん。なぜ？それが。